ケインズフェスタ4 Day 2です。56キログラム契約での戦いとなります。スーパーバンタムの55キロ、そしてフェザー級の 57.5キロ、その中間、少しスーパーバンタム寄りとなります。さあ、放送席の関根勤さん、はい、どう見てますか、久村雅史。もう久村は今ね、もう勢いに乗ってますから、はい、まあ、確かにタイのこの選手ね、143戦してますけども、ね、まあ、この辺はもうクリアしていくんじゃないですか。でしょうね、勢いで、マサトさん、そうでないとっていうところかもしれませんね、はい、そうですね、まあ、ここら辺は軽く倒して勝ってほしいですよね、うん、こちらがダウサコン、モモタッサナイです。まあ、ここまでの試合をモータスタイを見ると、やっぱりこう、まあ、ザッツムエタイのアップライトに構えて、まあ、肘ありルールでも当然長く戦っている選手、果たしてこの K1 ルールにどうアジャストしてくるか。ラウンド1、はい、さあ第1ラウンド始まりました。黒いスパッツです。赤いグローブが久村雅史、背中青いグローブがダウサコン、モータスタイ、リング中央取って右のストレート、速い、もう一つ左ミドルキック返してきます。関根さん、先手取っていこうって感じですね。久村のパワーありますね。さあ、パンチ交錯、左2つ、体も大きいですよね。そうですね、フレームが一回り大きい背中の久村、まあ、関根さん、普段より少し重い回蹴ってるのもあるでしょうね、はい、今日は契約なんで。ワンツーストレートに対して左ミドルです。ミドルキック返していくのがダウサコン。ダウサコンね、もともとね、あのライト級よりも小さい階級で、はい、タイでいた時はやってました、ね、大元はスーパーフライでしたね。そうですよね。手を伸ばしながら圧力かけていきます。左のミドルキック、マサトさん、はい、クブラの方がミドルキック入れてますね。そうですね、こうだいぶペースを取っているというか、もう、はい、もう最初の時点でいいパンチというのを見せているので、はい、ちょっとかなり警戒してますよね、ダウサコンが。後ろ回し蹴りです。ミドルキックに対して左ボディ、ラブル、ワンツー、あーでも前に出てきます、ダウサコン、左ボディ、左ボディか、これダブル2つ出してきましたね、先ほども。関根さん、本当にちょっとパワーで上回ってますね。そうですね、ここもコーナーに追い込んでいきます。かなりプレッシャー感じますね、うん、お右に惜しいな、今のタイミング。あ、そうですね、これですね、右入ると思いますよ。左ボディからこれダブルです。ボディ顔面ところダブル、今度は顔面からいきなり来た左フック、ガードの上から思いっきり打ってますね。ますね、だからダウサコにあのミドルとかを蹴らしてないですよね、はい、もうプレッシャーでね。関根さん、ミドルといえば普通ムエタイ選手ですね。そう、ミドル打ったらパンチ来るって感じしちゃうんじゃないですか、うん、ダウサコンに打たせておいて左のボディフック。そうですね、あの 蹴られた後にこう、ね、自分の攻撃で終わるといいですよね。あ、なるほど、あ、足踏み替えてのちょっと変則な距離を取りましたダウサコン。先ほどからクムラの左のボディから左の顔面、今度はストレート、ジャブですね、こう突き刺していくようなパンチ、左入れ替わりながら左フック、ダウサコンのレバーをえぐるような、あっと右のハイキック、ここまで見せていなかった攻撃、ストレートクロス、ちょっと左、右、あ、パンチ合ってきましたね。松田さん、先ほどおっしゃってましたね、はい、右のパンチと、はい、右のストレートですか。そうですね、はい、はい、ダウサコンはパンチ上手くないですからね。あ、左入れました、スマッシュ、リードのジャブ早い、うわー、これはいいミドルでもワンツー返していきます、久村雅史。残りが10秒切ってます。第1ラウンド、左もフックからストレート、第1ラウンド終了です。56キログラム契約、3分5ラウンド制です。画面が久村雅史、そして今後頭部見えてますが、久村周平はお兄さんです。やっぱり雅人さんの言ってる通りね、あの蹴られても打ち返して自分で終わってますから、あれいいですよね。そうですね、やっぱ蹴られて終わるとこうダウサコンのペースになっていくんですけど、うん、やっぱ蹴られて最後相手の攻撃で終わらされられると蹴りにくくなるんですよね、うん、また蹴ったら返されるなって思って、あ、もうペース渡してないですもんね。そうですね、この久村雅史もトーナメント決勝では武井良樹の前に敗れました。まあ、しかしその後クラッシュバンタム級の防衛戦として林雄太戦で復帰、まあ、1年前のこのケースフェスタでは金子明宏、さらには郡司泰斗も下し3連勝でここにやってきています。強豪を倒してますもんね。そうなんですよね、郡司とね、あの金子ですから、はい、素
大したもんですよ、ね、だから関根さん、まあ、ランキングあるとすれば最上位ランカーでしょうね、まあ、多分1位2位ですよね、うん、まあ、その意味では正人さん今日金子選手もねいい戦いしてますから、そうですね、やっぱりね負けられないですよね、はい、これ落ち着いています、逆に今度右もらいましたよ久村が、うん、あ、これも変則的なストレート、大臣あのペース変えに来ましたね、ちょっとタイミングがずらしてますね、あのやっぱちょっと強引に出てきて、あのこのままだと久村にペース持っていかれるんで、なるほど、自分から前に出ましたけどね、体振りながら出てきます、前蹴りが大臣に対してティープで吹っ飛ばしてきた、いや効いてない、ちょっと首振りました、しかしミドルキックをもらって汗がパーンと飛び散ります、左顔面にフック、あ左ボディレバーブローです、ストレートを入れた、チョキータ効いた効いた効いた、さあフィニッシュ、ファーストフラッシュ、いつになってストレートこれ入った、ダウサコンでも下がらない、効いた、さあ沈むのは近いところだ、これ倒れた、完全に効きました、足がしびれています、まだ残る時間はたっぷりある第2ラウンド、関根さん、パンチ切れますね、切れますね、はいはい、さあ仕留めにかかるか、このスピード、ストレートを右入れた、左2つ3つ4つ、うわー続め打ち、左ミドルキック、球出てくる、ガードしてますが、その間から1つ入れば倒れるぞ、右ストレート、いやしかし果敢に出てきます、ボディ根性あるな、倒れませんね、ストレート効いた、残りがまだ十分時間があります、1分20秒あります、いやしかし前に出てくるのがダウサコン、右のストレート入れますか、すごいす、ね、逆に前に出ないともうダメだ、そういうことですか、はい、もう出るしかない、ダウサコン、ということは久村の KO シーンが見られそうです、これもスウェーバックストレート、左レッドから右のストレート決めた、 KO、待ってましたよね、隙間出るのね、まあ、きっちり正人さん倒しきりました、倒しきりましたね、しっかりとワンツー早かったですね、1分56秒、2ラウンド1分56秒のノックアウトです、さあ関根さん、今回はスーパーバンタム上位であることは間違いなく証明しました、間違いなしですね、やっぱりタイトルマッチだったらやっぱり彼のね、うん、どっちかのコーナーから出てくるはずですよね、そうでしょう ね、いやすごいな、さあもう一度振り返ってみましょう、これ最後フィニッシュですかね、あ、これ最初のパンチですね、そうですね、最初のノックダウンです、これは振りかぶって言ってますよね、当て感がいいですよね、うわ、うん、次が打たしといて隙を見せてこれですよね、あ、これは効きましたよ ね、 効きましたね、もう効いてるところにね、うん、マサトさん倒せる感覚がしっかりあってですもんね、こう焦ってないですよね、全然焦ってないですね、まあ、まあ横綱相撲って感じですね確かにとはいえ今は横綱王者は空位になっています、まあ、この久村正史の相手一体誰が名乗りを上げるのか、関根さん、はい、まあ、こう今コロナの影響でなかなか海外勢が入ってこられませんが、ムエタイもねもっといるはずですし ね、でも今日の試合見るとね、はい、金子なんかがやっぱり最有力になるのかなっていう、そう思いますね、1年前のこのケーズフェスタではその金子を下しているという久村でしたね、まあ、久村選手が試合前に話していたのが、武井選手へのリベンジのチャンスはなくなったけれどもそれ切り替えていたようです、今武井とやったら久村の方が強い、そんな思わせるような試合をしたいですと話しています、兄周平とツーショット、まあ、関根さん、そうやって証明していくしかないですからね、そうですよね、おせー K-1 15段だチームキングスの久村正史です、そうですね、まず、対戦してくれたダウサコン選手ありがとうございました、そうです、今日は2人で久村兄弟出て2人で出てたんでよかったなと思います、次は、もっと強い相手用意してください、
K1 の55は取るんですけど、スワース、フザー級も取りに行くんで、楽しみにしててください。ありがとうございました。さあ関根さん、はい、兄弟ともですから、ね、すごいし絶対人気出る選手ですよね。そうですよね。やっぱり花があって、それから KO できるっていうね、いいですよね。確かに人気出ますよね、はい、倒せるスーパーバンタム級選手です。久村正史、ダウサコン桃田サライを2ラウンドでノックアウト沈めています。